小泉環境大臣が妻の滝川クリステルさんとの間の第一子誕生後に2週間分の育児休暇を取得することを表明しました私の育休をきっかけに環境省の中でもみんなが臆することなく育休を取得しやすい働き方が進むことを期待しています小泉大臣は午前11時過ぎ省内の働き方改革などを議論する会議の冒頭で集まった職員らに 育児休暇を取得する方針を伝えました第一子誕生後の3ヶ月間に国会や閣議などの重要な公務の時間を除いて合わせて2週間分の育児時間を確保するということです小泉大臣はこれまで育児休暇を取る意向を示しつつ公務が最優先だとして具体的な方法を検討していました懸命な小泉大臣のことでございますから まあ国会の審議等々に影響のない形で,です、ねあのー、休暇を取りになるだろうと思いますが、まあ、それはそれなりのそれぞれの人のお考えだと思いますので、このように自民党内からは、国会審議への影響を懸念し、冷ややかな声が出ています。